地球への案内役を失い、火星にも引き返せず、少年たちを乗せたイサリビは星空が瞬く海原をさまよう。その最中、鉄火団の少年たちと行動を共にしたクーデリアは、彼らの多くがまともな教育を受けられずに育ち、文字の読み書きさえできないことに気づく。それはガンダムフレームを巧みに操縦する三日月も同様だった。三日月、あなた字が読めないの？あんな複雑そうな機械を動かしているのに。字読んで動かすわけじゃないからね。モビルワーカーと大体一緒だし、あとは勘？勘？そんなに驚くことかな。あのもしよかったら読み書きの勉強しませんか？ん？読み書きができればきっとこの先役に立ちます。本を読んだり手紙や文章を書くことで自分の世界を広げることもできます。そっか、いろんな本とか読めるようになるんだよな。俺やってみようかな。戦場から抜け出し、彼らがようやく手にした束の間の平穏、当たり前であるべき日常。それはたとえ世界を変えることのない些細な結果であろうと、クーデリアが理想に描いた未来の断片だったのかもしれない。どうしたんだ？急に読み書きの勉強を始めるなんてよ。クーデリアが教えてくれるって言うからさ、高木たちも一緒に。はあ？読み書きができないとモビルスーツの整備も手伝えないし、それに今は無理だけど、いつかいろいろな本を読んで野菜のこととか勉強したいんだ。そうか、言ってたもんな。オルガは疲れてない？どうってことねえよ。お前こそこの間の戦闘の疲れは残ってねえのか？俺は平気だよ。ならいいけどよ。遠いよな、地球は。うん、変わらねえな、お前は。オルガは？俺か？俺は俺だ。だね。イサナトリ。
作動。カタパルト、ハッチ開放します。カタパルト、スタンバイ。いつでもどうぞ。じゃあバルバトス、三日月オーガス、出るよ。
らの邪魔はさせない。邪魔をしているのはあんたの方でしょ。消えろ。なめんな。
ない機体だな。こっちも油断できないか。沈め。そう。バルバトス。これ以上ナゼの邪魔はさせないよ。そこだ。今のじゃ当たるのか。好みだい。こいつ他のとは違うな。気合い入れていくぞ。ここで潰す。あいつからやるよ。ああ、任せろ。Thank you.
ないな、こいつ。さらに押し進むだけのことを。